千葉ロッテの佐々木くん、前回完全試合です。今度の相手は日本ハム、ロッテの本拠地満員です。新庄剛志は考えた佐々木朗希の攻略法、フォークの時には待てのサイン、スタメン全員セーフティー。そんな攻略なんのその、三振連発佐々木くん、連続イニング脱三振、25まで伸ばします。連続無安打新記録、2試合連続完全か。だけど期待の9回にまさかの投手交代です。新庄剛志も驚いた、理由は100球超えたから。その後試合は延長戦、万波打って歯向かった。新庄剛志は言いました、あと1イニング見たかった。今度対戦するときは完全試合が見てみたい。